はい、マンガマンです。今回紹介する漫画は永遠のゼロ、原作百田直樹先生、作画洲本総一先生の作品です。連載期間は2010年から12年、漫画アクションで連載されていたようです。この後を語っていきますが、コメントは私のトーク内容と関係なくてもいいので、あなたの作品への思いなども書き込んでください。ではいきます。永遠のゼロは百田先生の作家デビュー作のコミカライズ版、ゼロ戦での特攻をテーマにした作品。全5巻。ライン漫画である程度読めます。残りはネカフェで読みました。どんな話かというと、ひょんなことから今までおじいちゃんだと思っていた人は実は他人で、血のつながりのある宮部というおじいちゃんは太平洋戦争で特攻隊の一員として亡くなったということがわかり、孫で20代の青年が、宮部の軍隊時代の知り合いの話を聞いていく中でその実像に迫っていくというものです。百田先生というもろに保守派の人が原作ですが、そこまで思想は強くないです。まあ百田先生の別の本も読んだことあるんですが、そちらでも感じなかったのでそういうタイプなんでしょう。とはいえ読み進めていくと端々に保守派らしい切り口が見られるので、もろにリベラル派の人が楽しめるかは不明です。とはいえ絵は人を選ぶようなものではないですし、戦争ものというと重そうですが、そうなりすぎないような構成になっているので読みやすいです。印象的だったのは特攻をする際のモール信号のやり取りの場面で、漫画として描かれているフィクションなわけですが非常に胸が苦しくなりました。戦争があったから今がある、人と人のつながりには全て意味があり、全てに感謝しなくてはと思わせてくれる作品でした。ということで、特攻隊やゼロ戦に興味がある人に、百田先生やこの原作小説が好きな人に、5巻と読みやすいので空いた時間に少しの間物思いにふける体験をしたい人にもおすすめです。終わり方について、宮部が特攻の機体を変えたことで助かったのがおばあちゃんの再婚相手の大石だったという数奇な運命というか、宮部は機体の不調に気づいた上であえて一度自分を救った大石と機体を交換したのです。九死に一生を得た大石は機体に残された手紙を後に発見し、宮部の家族を探します。そして4年後から宮部の元妻と交流を始め、何度か会う中で宮部の死の真相を告白し、5年後に結婚へと。最後の場面は特攻機で空母に突入する宮部、機銃掃射では撃墜されなかったものの爆弾は不発に終わり、そこで命尽きます。そして米軍に海中に破棄されるゼロ戦はバラバラになって沈んでいきます。それで終わります。あえてすっきりさせてないんだと思います。何とも言えない余韻が残りました。チャンネル登録と通知設定よろしくです。マンガマンでした。